いろいろやってんだな、トートーって。まだまだありますよ。もうお待たせ。え、バイク？はい、トイレバイクネオです。どこで喋ってんの？ここ。おお、トイレバイクって。トートーのエコへの取り組みを伝えるためです。バイクは排気ガス出るじゃん。私はエコな燃料で走るんです。エコな燃料？トイレに関係ある。ん？こそこそこそ。CM では言えない言葉だね。答えはウェブで。うん、さあ行きますよ。トートーグリーンチャレンジ。待ってください。どうしました？ちょっとそのトイレ借りていいですか？逃げろ。待って。いや、トイレと間違えて失礼しました。それにしても素敵な家ですね。グリーンリモデルしたんですよ。すいません、こいつ土足で。グリーンリモデルとは健康配慮、長持ち住宅、CO2 削減を追求した地球に優しいリフォームのことです。そうだ、よかったら泊まっていきませんか？僕には行く場所がありますから。素敵。とうとうグリーンチャレンジ。かっこつけちゃったな。お、美人発見。え、どこ？わ、水たまり。うわあ、やっちゃった。拭かなきゃ拭かなきゃ。すごい、汚れは簡単に取れてく。あの壁はハイドロテクトが使われています。ハイドロテクト？汚れをつきにくくする TOTO の光触媒技術です。晴れ。お、晴れた。ねえ、そこのトイレ一緒に走らない？僕はトイレじゃない。黙れ。ぜひざまあみろ。うるせ。 TOTO グリーンチャレンジ。 TOTO は環境への取り組みをお伝えしたくて、究極のリサイクル燃料で走るトイレバイクを走らせてみました。こう見えて燃費も驚くほどの低燃費。お前はいいな、燃料食わなくて。これ払えちゃったよ。私たちは水回りから始めてどんぐりの植樹まで、さまざまエコな活動をしています。もっとTOTOの環境への取り組みを知ってください。TOTOグリーンチャレンジ。ちょっと休憩していい？どうしたんですか？君をトイレとして使わせてもらえないかな？ダメですよ。なんで？僕はバイクです。そう見てもトイレだろう。確かにトイレだった頃節水は得意でした。TOTO の節水技術、ハイブリッドエコロジーシステムによって従来のものよりも 68% もの節水を実現し。あーいえ。あー、やめて。 Why not? This is a bike. Bike. トイレ。 I am a bike. トイレ。トイレ。トイレだとしても僕が先です。 TOTO グリーンチャレンジ。TOTO